じゃさあ今日は、はい、里崎チャンネルを来ました。どちらが、はい、里崎チャンネルに愛があるかどうかを測る、はい、愛があるか。でもまあ里崎チャンネルだからな。出てるよ。じゃそれでじゃあ負けた方がじゃあ野球選手モノマネね。あ、野球選手モノマネでいいんですか。 やったことないやつね。よし、じゃあ行こう、はい、5問中らしいよ。はい、5問中ね、多い方が勝ち、はい、うん、記憶力とかにもよりますよね。まあでもまだ2年だからね。2年、結構長いですよ、はい、皆さんも一緒に考えてください。皆さんも一緒にお願いします、うん、じゃあ第1問、里崎チャンネル再始動第2章が始まった日にちは何年の何月何日ですか、うん、そういうやつ、そういうの、そういうやつ、そういうやつ、ちょっと待ってください、わかりますよね。いや、おらんかったよ、はい、おらんかったよその時はいないですけど、もちろん僕はします。それは投稿日ってこと、最初の投稿日です。いやどうなんやろな、これにしとこうか。この辺だと思うんですよね。これにしとこう。はい、いきます。せーの、じゃん。8月8日。8月14。正解は2019年8月7日です。近い、 近いってことで、俺は7か14やと思ったの。え、本当ですか。あ、そうだから7か14にしたの。私8月の序盤だったなと思ったんですよ。だからなんか末広がりのいい日にちだったかなと思ったのが、惜しい、ね、でも月はね、月は分かってるからね。分かってます、はい、2019年のね、8月っていう、まあまあ惜しかったですね、うん、惜しかった、はい、大変もこちらのサムネイルを見て、うん、動画のタイトルを書きなさい、うん、いや待って、なんだっけこれ。シンプルです。すごいシンプルだったと思う。かー、もうこれくらいしか分からんな。なんかこんなんだった気がするんだけどな。はい、できました、うん、OK、はい、せーの、じゃん。劇者白昼不倫か。文春法について説明します。答えは、はい、里崎チャンネルの熱愛報道についてです。ああ、これは両方ダメです。熱愛報道っていうワードが入ってればちょっと考えます。ああ、シンプル。シンプルでしたね。文春法とか入った気がしたのにな。次、第3問目です、はい、もう見てくれてる視聴者さん、うん、はい、里崎チャンネルの登録者数は現在何人でしょうか。今ね、今、ナウ、これ絶対佐藤さんの方がチェックするじゃん。え、逆にチェック、逆にチェック、そんなことないよ、はい、逆にチェックしてないの。え、あの、近い方が勝ちにします、今回は、うん、今現在ね。そうです、絶対佐藤さん朝とかチェックしてそうだもんな。これにしとこう。 OK、 はい、はい、せーの、46万7000。あ、一緒。6か7で迷ったんだよね。いや、最初なんか4ぐらいかなと思ったんですけど、もうちょっと増えてるかなと思って。正解は46万4400。うわ、4に急げばよかった。言ってないの。言ってません。46万4000人です。なんかちょっと前に見た時に4ぐらいだった気がしたんですよ。じゃあ第4問、里崎チャンネルあまりコラボをしないんですが、うん、直近でコラボした相手は板野友美さんです、うん、はい、その前にコラボしたお相手さんはどこのチャンネルでしょう。コラボ、コラボしてます。どこまで板野さんの前でしょ。板野さんの前、え、相手の動画にも出てるってこと。相手の動画にも出ております。あ、ってことは私が出てないやつだ。袴田さんは出ておりません。え、これがヒントです。私にでも袴田さんも知っております。やってたことは知ってる。知っております。じゃあこれにしよう。私はもう書きました。早くな。いや、思いつくのが、ポンと思いつくのがこれだ、この方だったので。いや、もうこれしか思いつかんわ、逆に。はい、せーの、那須さん。違います。いや、そう、俺違うと思ってたんだけど。私も思う。那須さんしか思い出せなかった。ちょっと待って、当てたい。え、ラーメンじゃないよね。ラーメンではありません。ね、もう向こうのチャンネル出てないもんね。出てないですもんね。うん、それは、じゃあどういう業界の方ですか。
どういう業界？なんか会社、野球に関することをこちらのチャンネルでも向こうのチャンネルでも。なんだろう、なんかデータスタジアム。正解です。あ、そういうこと。あ、データスタジアムね。そういうことか。難しいな。なんと次が最後になります。4問中まだ0問ということで、はい。次は出たいですね。もうサドンですね。はい、はい、じゃあ次の問題、さぞだきチャンネルで、再生回数100万回再生以上されている動画が7つあります、最近100万回再生された動画は何でしょう。最近されたってこと。最近されました。最近達成されました。じゃあ一番、じゃあその7問中7回中一番遅くってことでしょ。一番遅くです。わかんない。難しい。ちなみに再生回数として100万回再生の6番目が、懐事情、お金の回数ですね。でその前が、嫌いな球場を回す。そう。じゃあ、あとタバコでしょ。1位が。あ、1軍と2軍の違いでしょ。これしか思いつかんな。私ももう思いつくのがこれぐらいしかないです。これしか分かんない。逆に出てこない。ちょっと待ってください。何撮ったっけ今まで。ここ、多いって。ここで撮りました。分かんない。ノーヒント。あ、これちなみに、あ、じゃあ撮影した日だけ、はい、はい、お願いします、はい。撮影したのが、公開したのが2019年の12月29日です、あ、その辺だって思ってます。いや、わかんない。あ、関係ある。ん、この時期と関係が。それ大ヒットだよ。あるの。ちょっとタイトルとかも合ってるかわかんないですけど、こんな感じにしよう、はい、せーの。契約更改のなんか交渉術的な。飲酒、酒のどんだけ飲むかみたいな。残念です。何、答えは優勝旅行の動画です。優勝旅行なぜ行かないのかとか。はい、そうです。だって12月29日とかもう優勝旅行終わってるやん。一応当てられないですね。いや、当てれた逆にみんなさん。本当ですよね。やっぱ一番当てれたのはやっぱ公開初日やな。そうですね、じゃあ最後の問題ですね。最後の問題ね、はい、ラスト、もうこれで決着がつく問題ですね。じゃあ難しいやつにしたいですね。そうですね、佐々木さんの2005年のプレーオフ、感動の瞬間の裏話という動画を出してるんですが、出したね。これがいつ公開されたでしょうかという問題です。ほう、こちらが日付書いて近かった方が勝ち、なんかすごい感動した覚えはあるんですよね。何月や。はい、だ書きました。ここかな。よし、わかんない、なんか大体このぐらいだろうっていうのです。もうこれにしよう。 OK、 はい、近い方が勝ちね。はい、せーの、じゃん。2020年3月10日。2020年9月28日答えは、2020年何日？19日です。19 19だとどっちも、はい、もう何月何月？何月？4月です。イエーイ。なんかプレーオフの時期に出そうよということで、佐々木の勝ちです。ではモノマネやります。誰か当ててください。はい。山川だったらさ、こういう感じで
ちょっと、あー、似てる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 、ちょっとこれも使いますかね。似てる、そういう感じや。そうですね、いや、なんかこっからこう出すなってイメージだったんです。いや、これはもう中村のりさんだから。じゃあ、モノマネやります。